戦国時代、一人の男、徳川家康が名声を博しました。今、家康の信頼や追用人の武将、通称徳川四天王に焦点を当てます。四天王は家康の知性を支え、この時代においての馳せました。それでは、彼らの中で誰が最も影響力があったのか見ていきましょう。最初に紹介するのは、四天王の中で最年長の酒井忠次です。忠次は家康が今川義元の人質となった際にも家康に付き従いました。次に紹介するのは本多忠勝です。忠勝は家康の家臣として非常に優秀で、彼の能力は家康に過ぎたるものと称されました。井伊直政は、特に赤備えの指揮官として知られています。直政の率いる赤備えは、その独特の赤い鎧で戦場で目立ちました。最後に紹介するのは榊原康政です。康政は家康の政策を支え、多くの重要な戦で活躍しました。四天王の中で最も強力とされるのは誰でしょうか？その答えは驚くべきものとなっています。徳川四天王は日本の歴史において重要な役割を果たしました。彼らの功績は今日まで語り継がれています。驚きの事実とともに、四天王のエピソードは日本の歴史の面白さを再確認させてくれます。